本日の TV のおもちです。ブラックです。ということで今回ですね、今週のトップレイフィー予想なんですけれども、その前にですね、一つお知らせ、報告というかお知らせがあります。毎週金曜日にやってるプレゼント企画なんですけど、今月からですね、毎月15日と月末に、はい、変わります。でこれなんで変わるかっていうと、まあ、このトップレイフィー予想のね、はい、このプレゼント企画が、ね、毎週あるんで、まあ、その量的にかなり増えちゃうんでね、はい、まあ、ちょっと分けるということ で、ね、今回はウィーレアプリ2020今週のトップレア POTS, POTS、を予想しようということで、はい、今週の木曜日からついにアプリでもいますよ FP が来るということで、まあ、毎回やってるんですけど、はい、週間のですね FP のガチャから一番左上の選手を当てようというコーナーです。この一番左上の選手を予想して当てた人の中から、まあ、抽選で1名様に5000のプリペイドカードをあげますよということで、まあ、この予想企画の、ね、応募方法とかは、まあ、こんな感じで書いてありますし、分からないことはねこの動画の下の説明欄に、はい、書いてあるんで、まあ、ぜひ見てもらえればなというふうに思います。はい、ということでね、まあ、その週間の FP っていうのは、はい、その前の週の土日の試合で活躍した選手が来るということになってるんで、まあ、あんまり普段サッカー見てないよって方もですね、はい、まあ、今回おもちゃ TV がちょっと、さらっと調べてきた情報でね、で FP 来るんじゃないかっていう選手をね、はい、紹介していければなというふうに思います。まずはクリスティアーノ・ロナウドということで1ゴールありましたけど、うん、評価点も高くてですね、来るんじゃないか。一発目は結構豪華にする可能性もあるんで、アプリ一発目ということで、ロナウドね、しかも評価点かなり高かったから 9.4 とかなんです、ワンチャンあるかもしれない。ただロナウドの場合は2ゴール3ゴールないと、いやでもちょっとダメみたいなところもあるかも。ウィーレアプリ2019の時はちなみになんですけど、ロナウド一発目来てます。2月7日からウィーレアプリは週間 FP 来たんですけど、その時にロナウド来たんです。ということは2020もそれはね、ありそうな感じ。まあ、わからないけど、でも来るんだとしたらトップだよね。いや、絶対トップでしょ。まあ、総合値的には絶対そうなるかもね。はい、もう一人、メッシということで、ワンゴールワンアシスト、まあ、イネシが所属しているエイバルとの試合なんですけどね、勝っておりまして、メッシがワンゴールワンアシストで、この試合にグリーズマンと同じで、まあ、8.9 の最高評価ということなので、まあ、ロナウドよりは評価点は低いんですよ。あれだけど、でも、ワンゴールワンアシスト。ただ一つポイントなのは、月曜日でね、PS4 の方で、はい、クラブセレクションに来てるんですよ、メッシ。なるほど。それ考えると、木曜日に出すのかなという感じが。バルサから誰か来そうだ。そう、バルサから来るから誰だろう。メッシかロナウド来てくれたらめっちゃ、まあ、メッシもねクラブセレクションの方だとそこまで強化されないんですけど、この週間の方だと結構強化されるんで、はいはい、そこは楽しみでありますね。まあ、常にね能力値はもう本当ぶっ壊れて強いけどね。はい、続いてスアレスね。スアレスがね、1ゴールなんですよ。で評価点がメッシとグリーズマンが 8.9、 スアレス 7.8 みたいな、あないかな感じなんで、スアレスが来るってことは多分ないと思う。だったらメッシかグリーズマンと思う。まあね、結構ね PSO 先に出てて、はい、FP の予想、うん、みたいなのもあるんですけど、うん、FP が来るんだけどね全然わかんないね、習慣とかもなんかよくわかんないね。そう、活躍したんだけど選ばれなかったりとかもあるんで、はい、結構難しいですね。どうなんでしょうか。ただスアレスの FP って確かまだ1回も来てないよね。今回だからクラブセレクションに入ってはいるけどさ、週間という意味では確か来てないと思うんで、いやー楽しみ。まあ、はい、ここ結構バルセロナの選手多くなりますけど、グリーズマンもワンゴールアシスト、メッシと同じ評価点だったんで、メッシがグリーズマンかなとは思ってるんだけど、まあ、あくまで予想なんでね、はい、まあ、ここら辺ほんとサッカー詳しい方そういたらもう自分の予想をねしっかりコメントで書いておいてもらえればというふうに思うんですけど、グリーズマンって結局95あんの、まあ、グリーズマンはすごいな。もう CS でね、まあ、そんなに上がってなかったのかな。だからカーブだっけ、なんかカーブが上がってる、サラータイプだったんだね、上がり方が。そう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 、だから上がるんだったらね、本当強化してくれるとありがたいけどね、はい、週間とか。いやでもグリーズマンの FP はね多分週間になると絶対強くなるから、まあ、全体的に高い選手なんで、週間だったらもうどれも強くなるから、ね、そうだからバルサのこの3選手からね誰か1人、まあ、パートナークラブでもあるんで、うん、おそらく来るんじゃないかなと。この男やばいっしょっていう。ムバッペなんですけど、ムバッペも一応ワンゴールワンアシストしてるんですね。しかも評価もまあ一応 8.8 ということで、で後半から出て活躍しちゃった。だからスパサブムバッペの可能性がスパサブじゃないか、微妙にある。これはそう、なんかね最後の方ペペペペって活躍して仕事終えましたみたいな。これどう、評価点はどう。 8.8 なんですよ。ただ彼よりもすごい選手がパリ・サンジェルマンでね
そうなんですよね。だからそれにちょっと、まあだからそっちが出ちゃうかもしれないですね。スパサブのムバッペがこの能力で後半から出てね、活躍したから。やばいでしょ。それでワンゴールワンシースはでかいよ。壊れるよ、本当に。スパサブのムバッペとか登場したらね。これ2、4、6、あ、でも結構埋まってるんだね、スキルはね。スキルはね、結構みんな埋まってる人多いです、ね、彼です。ディマリアが2ゴールで、この試合で 9.9 ということで。まあ、間違いなくまずパリさんが来る。まあでも、もしかしたら2人来る可能性もあるけど、うん、ただ分かんないね。いや、どうなんだろうね。うん、だからバルセロナクラブセレクション出たから、はい、まあちょっとおとなしみで。パリから。パリから、みたいな。いやー、どうなの。ディマリアも多分結構ここら辺ね、今週結構むずいっすね。いや、むずいよ。毎週むずいんだけど、あの、はっきりしてる週も何個かあるんですけど、今週はむずいっすね。誰が来るんだろうなという、うん、ただまあロナウド、メッシとかさ、やっぱりその、まあ、スーパースター、まあ、トップレアにしとくのは手堅いよね、うん。まあ、ディマリアってなるとちょっと落ちるのかな、やっぱりトップレア。総合値的にはだから落ちちゃうから。今86なんですよ。そう、だからもしかしたらメッシとかロナウド出たらそっちが上に行っちゃう可能性があるね、左側だから。魅力的な結構能力値してますよ、うん。はい、そしてね、プレミアリーグからあのギュンドアンということで、ギュンドアンは特にゴールとかアシストしてないんですけど、この試合 9.1 ということで結構高かったですね、評価。あの、マンチェスターシティはね、なんかバック、はい、センターバックの人が全然いなくなっちゃったらしくて、なるほど、怪我で、うん、あのロドリとかロドリ、ね、あのボランチの選手やらしてみたいな感じ、はい、でもそれでも 2-0 で勝って、ね、で評価点高かったんで、はい、あるんじゃないかっていう可能性はね。ギュンドアンはね、コンディション安定度が、2019年は4だったんですけど6に上がってますからね、うん、結構使えそうですよ。はい、そしてこのマンチェスターシティ一番評価高かったのがシルバさんですね。ワンゴールという 9.3 なんで、この選手もありそうっすけどね。これさ、見たんだけどグランダーパスまでの能力値やばくない、うん、でさ、ボリバラ98あるんだよね。結構面白いと思う。チャンスメーカーじゃん。で、コマ6なの。結構2020ありかもしれない、ね。いや、強いと思うんだよね、俺シルバー。まあでも今までちょっと、ね、トップレアってなるとね、だからそのメッシとかロナウドとか、ただ88だから、そういうのが全部来ないでっていう感じになるね、条件的には。かもしれない、88なんでね。うん、だから、シルバーの多分今、多分強いと思うんで、結構ね、なんかオンラインでちょっと見たちょこちょこ。あ、なるほど。使ってる人。で、ジェズスですね。ジェズスも一応ワンゴール上げていて、ただまあ、シルバーとギュンドアに比べると、ちょっと評価点低くて 8.9 ということなんで。まあここら辺もね、うん、誰が来るのかというところで、まあ広くね、ちょっと今回は紹介してるんで、そうそうそう、まあ、この中からちょっと、うん、あの、あんまサッカー普段見てないよっていう人は ね、まあ、選んでみてもいいんじゃないかという感じなんですけど、はいはいはい、ジェズスもね、通常で十分すごい強くて、ね、これさ、FP だとすごいよな。そう、だからあの、今作結構ね、みんな普通で通常でも強いんですけど、FP で、あの、週間の FP になると強化されて、うん、がっつりね、クラブセレクションだとちょこっと強化みたいな感じで分かれてるんで、はい、木曜日は暑い。木曜日激アツなんでね、まあ、ジェズスの FP ってね、確かね、PSO で2019回来たんだけど、アプリ来てないんですよ。あ、なるほどね。使ってみたいよね、ウィニングイレブンアプリ。俺の PSO でももちろん当てられなかったんだけどね。はい、そしてここはもう本当に楽しみ枠ですね。そうですね、あの、トップレアかは分からないっていうか、トップレアでないと思う。そう、でも来そうだなって思ってます。ナインゴランがね、ワンゴール上げて 9.7 ということなんで、もうしかも大好きです、ね、2-0 でチームも勝って、もう評価点もかなり高かったんで、黒に上がって、ナインゴランワンゴールでもいいでしょ。決定力がさ、これ今レミオで81なのよ。5ぐらい上げてさ、86ぐらいできたらね。いや、すごいなそれ激アツなんだけどね。欲しがりだなそれは。そう、ナインゴランの FP ってね、マジレアなんで、あの、2020の試合1回だけ切ったい、ね、そう、なかなかね、来ないんでね。もうワンゴール取って評価点が高いんだったら出してほしい。これマジで欲しいね、うん、コマ高いしさ、頻度制御337でしょ、後半で。でも、まあ、スキルも高いしね、あとその他の選手なんですけど、ニャブリがね、ワンゴール回しそしてない。ただちょっとチームが引き分けてたかな、うん、で、ミリク、まあ、ナポリのミリクが2ゴールとか、でルカクが2ゴールしてる。このね、アンドレアス・コーネリアスっていうこのパルマの選手なんですけど、デンマークの、うん、この選手が3ゴール上げてるんですよ、うん、後半が出てきて。そうだね、この選手はスーパーサブがついてたりとか、あとはですね、ベン・イエデル、あのモナコの選手なんですけど、両サイド蹴れるね、はい、2ゴールで、しかも後半7でスーパーサブでチェイシングなんだよ、うん、だからこれベン・イエデルも来たらやばいんじゃないかと。まあ、ここら辺はね、あくまでね、そのトップレアとは関係ない予想なんですけど、来そうだなみたいな、はい、他にもね、なんかね、結構6対0で勝ってる試合とか、はいはい、いろいろあったりとかして、うん、まあ、そういう選手たちも来るのかな、多いんですけど、はい、ここまでは、まあ、おもちゃがちょっと軽くね、軽くです、あの、調べてきた内容なんで、もっと詳しい方ぜひね、あの、皆さんのコメントの方で、はい、あの、もう僕はトップレアこれだと思います、いやー、書いておいてもらって、楽しみですね、あの、木曜日、答え合わせしようよと。コメント見る
のも楽しいから、いうことでですね、はい、一応コメントの、ね、締め切りとかも、あの動画の説明欄に書いておいてあるんで、はい、あそこね確認してもらって、ね、皆さん楽しくね、はい、ワイワイ今週の木曜日待ちたいなと、まあ、今週の木曜皮切りにね毎週これやっていくんで、そうです、土日のねリーグ戦楽しみかなと、はい、思います。この動画が良ければぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。どうしようさら。おう。